はるみさんこんにちは、かんです。ということで、ついに今日シーズン戦が終わりまして、僕はね216位かな、なんかそこら辺になったんですけども、まあそのね、総合で上位1000位以内に入った方にはですね、このように金色のラケットをプレゼントするというものが、まあちょっと前からあってですね、まあ初めはねギガスループスがそうだったんですけど、あれはね100位以内というめちゃめちゃ厳しい条件だったんで、それに関しては僕持っていないんですけども、それ以降のやつは全部ね取れることができまして、今回ねこのホローストライカーもねもらえたって感じになってるんですけど、まあ見た目はよく悪くないですよね。でもね性能が悪くてですね、ほんまにこの子使えもんならええの、今のところマジで使えるキャラってレインとかエレノアも使ってええんから、そのレベルですよマジで。これねどんな能力かっていうと、 SS 打球時に打球に付与された一部を除く効果を無効化するっていう能力になっているんですけども、まあこれ今回追加されたアイシャとかで持たせたらめっちゃ強そうじゃないですか。でもねこれ SS 封印を防ぐことができないんですよ。 SS 打球時に無効化するっていう能力なんで、 SS 打球時のところでもう止められてしまうんですね。もう打てないので、もうあっけなく SS 封印されてしまうという形になってるので、マジで使い道がないって形になっております。なのでまあどうしたろうかなって感じではあるんですけども、とりあえずまあ今回はね、まあ一番使い勝手が良いであろうレインに持たせてやっていきたいなと思います。まあレインに持たせればね、まあクレーコートの誰やったっけ、ラインズマンニオの吐き抜きを無効化できるので、まあその点では悪くないかなと思うので、まあ今回この金のねホローストライカーを持たせて試合やっていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで早速使っていきたいなと思います。僕レイン使ったら初めてなんじゃないでしょうか。なんか森尾さんがねちょっとこのレインを使ってるから、ちょっと僕は使うのやめとこうかなと思ってたんですけども、もうほんまにホローストライカーでこの子ぐらいしかね使いこなせるキャラが存在しないかなと思うので、今回使っていってるっていう感じになっているんですけども、いやお前さっきエレノアもいけるんじゃねみたいなことをちょっとね言うたかなと思うんですけど、正直だって S1 で打球効果無効つけれるしね。あ、ただあれか、進化用の方のエレノアは SS 打たないと打球効果無効つかないって感じやから、あの子やったらまあまあまあいいかなみたいな感じから、マジでそんぐらいですよ。あとまあ灼熱コートとかハードコートでミュウエが来た時に縮小食らわへんようにするっていう役目を持たせるのもありかなとまあ思うんやけど、それやったら打球効果無効か、まあ、スロー無効のキャラをね使った方がいいような気もするからさ、うん、やっぱり今んとこはないよねめっちゃ考えたけどやっぱないよね。今のアイシャこの SS 運用を防げるのであればマジでアイシャとか超相性いいかなと思ってたんやけど、まあ、うん、無理って感じなんで、あ、相手縮小来る、よしこれで S1 でちゃんと返そうぜ。はい、オッケー、これで返したらちゃんとね打球効果無効がついて縮小は食らないって感じになるんで、こういうのはマジで使い勝手いいですよね。ミュウエイの縮小ってなんやかんやうざいっすからね。2ポイント感ちっちゃいし、しかもレベル2やったんちゃうの、なんか結構ちっちゃくなるから、それが結構嫌や。そう、あ、まあ、ちょっと SS 打つの忘れたけど、とりあえずまあどうせね SS であってもね SS インされるっていう形になってるので、こういうのは結構厳しかったりはする。ただ最近なんか SS インのラケット使ってる人って少なかったりするから大丈夫な気がするんやけどね。大丈夫というかなんていう、あんまシルビアラケット使ってる人最近いないじゃないですか。なんせだって SS インのラケット使ってる人がいないからなんですよね。よし、ちょ、俺が下手くせや、ちょ待ってちょ、これさマジで、え、はいじゃん、マジかちょ、レインな、自分のダメージによって SS が溜まるっていうキャラやねんけどさ、その分体力がなくなりやすいっていう、なんて、体力なくなりやすいキャラってさ、大概その、靴でダメージカット積んだりとかしてさ、対策すんねんけどさ、この子の場合、そう対策してしまうと SS 回転率が下がってしまうっていうデメリットがあるから、マジでレインにおすすめの靴というか、なんかそんなんあります？俺全然、ちょっと知らんねんけど、やばいやばい、ちょっと待って。体力なさすぎるんやけど、ほんで大して SS も溜まってないっていうな。こんだけ体力なかったらもうほんま2打球ぐらいで SS 溜まってくれてもいいのにと思うのに、いや無理すぎるえ、森尾さんすごすぎ、俺全然使いこなせる気一切せえへんねんけど、え、これ どうする、あ、 S1 連打しとくんが正解やったんか。ちょっとなんかあかんな、めちゃめちゃあれですわ、やべ弱い人です、やべ。じゃあどうしようかな、これドリンク、あ、でも走りはそんな遅くないねんな。え、なんかめっちゃ体力増えた、なんで性能知らんねん。え、さっきざっと読んでんけどな、体力をこんなに回復する意味がよく分かれへん。あれかな、もしかしてドリンクを知らん間に取ったんかな、分からへんけどもうハテナだらけやわほんまに、あかんな。ちょっとレイン使うのはこの試合だけにして、次のやつはちょっと違うキャラに持たして使ってみたいなと思います。いやじゃあ SE チュート、 SE チュートよいしょ、 OK、
よいしょ。これ天使モードと悪魔モードがあって、なんかいろんな性能あったんやけど、覚えてないわ。さっき読んだのにな。もうバカやな。全然覚えてないってどういうことやねん。え、これどうやって勝つん？あ、そうか。相手の体力をこう集中で、これスペシャルで枯らす感じか。わかったぞ。やべ。あんで、ここで、あれ体力めっちゃあるやん。どういうこと？もうわかんな。じゃあ、やばい。オッケー、耐えた。やばい、やめて。体力がない。ドリンク取らして。よいしょ。オッケー、ドリンク取りまして。よいしょ。で、ちゃんと集中して、サテライトスペシャルを貯めて、で、相手多分今ダメージ無効やから5秒間だけ待とう。スタミナダメージ無効の靴履かしろ、あれ多分。ドリンク来すぎじゃね？俺がせっかく体力を枯らしてんのにさ、そんなさ、やめてくれ、そういういじめてくんの。タヌキほんまに MVP セレナの時と同じぐらい落としてるやん、相手。愛者のことセレナに見えてんのちゃうかってぐらい。やめてくれよ。でもなんかダメージ量になんか応じてドリンク落とすみたいなシステムありそうやけどね。完全ランダムなのかな。そんなことはないような気がするんやけどね。何してんの相手。こんなラッキーなことある。よし。いや、これは結構いいんじゃないか。スペシャルで相手を、まあ、暗闇にかけて結構後ろに下げることもできて、体力も枯らせるから、そっからも飛炎で決めるみたいな作戦を取ろうと思ったんやけど、相手リープ打ってるじゃん。やっぱ。じゃあやめて。怖い。マジで怖いからやめて。SS 来そう。来へんかった。よいしょ。いや、ダンク来る。よし、ただの S1 かな。ほんで、ここで SS をってか、やっぱ SS 回転率は超いいな。あ、勝てた。ラッキー勝ちやけど。まあ、ホローストライカーが超活躍したかって言われたら微妙やけどね。はい、というわけで2戦目はちょっとエレノアに持たしてみたいなと思います。やっぱりね、SS 打たないと打球効果向こうがつかないんでね、こっちの方のエレノアは。だからまあ、いいかなと思ったんですけど、これめっちゃ S1 の消費量いるやん。そうか、これ 25% 超えてるから、多分 S1 打つのに 30% かかるっていう感じやろ。ほんで相手リュリテッドおるかなと思うねんけど、リュリテッドの SS の束縛って2連 SS じゃないですか。なので2回連続で防がなければならないわけですよ。ってなるとこの子で、その S1 を消費するのが 60% もいるっていうこと。いや、それはちょっと非現実的やな。それやったら SS 打ちたいもんな。それやったら2ポイント間スルーするっていう選択肢取るような気がするから、やっぱりまあこの子にはホローストライカーじゃない方がいいよね。え、ってなるとやっぱりレインしかおらん。結局レインに帰着するマンになってるけど。まあとりあえずこれでイモロか、ずっと。よいしょ。え、これ普通に強いな。これずっと後ろに下げれるのはとてもいいキャラやと思う。え、 SS 来るやん。よいしょ、そのまま返した。あれ、この子ってそうなんや、 SS の軌道なんかそのまま返すみたいな能力あるかなと思ったけど、この子にはないんや。なんかエレノアのハードのエレノアいるじゃないですか。他にもおったかな、ちょっと忘れたんやけど、とりあえず決戦エレノアっているじゃないですか。あのキャラってこのピンテグラー状態になったら相手の SS の軌道をそのまま返すことができるんですよ。なので結構強かったりするんですけど、この子にはそれが備わってないっていう形やから、ちょっとあれやね、打っててもそんなメリットなかったね。ただ相手を後ろに下げるっていうだけか。まあ、結構使い勝手良かったり、前の動画らしいんで、よかったらそれ見に行ってください。下の概要欄多分貼ってるかなと思うんですけど、ちょ、忘れとったら自分で探してください。マジで面白かった。あれは俺の中でトップ10に入るぐらいに楽しかったんで、おすすめ。よいしょ。っていうか、なんか結構もう4-1か。これどうしようかな。今だけ効果向こうついてるけどね。こんな時にリルテッドで SS 打ってくれるんやったら全然いいねんけど、なんかめっちゃコース打つやん。そうなんだよな。これも確かね、30秒間とかそういうものではなくて10打球間みたいな感じやから、それまでね、ループはせえへんかったと思うねんな。だからやっぱりちょっと微妙やな。よいしょ、またピンでくれって思ってる。学習能力ゼロかよ俺。よいしょ。はい、加速まで普通に強い。いや、エレノア自体は普通に強いねんけど、まあ、持たせるのはホローストライカーではなく、まあ、ヘリオムライトであったりとか、まあ、シルビアラケットとか、その辺のラケットを持たせていただけると、まあ、結構いいんじゃないかなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。